照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの13回戦です。解説は小宮山聡さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ小宮山さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、ベイスターズは先発投手ですよね、はい、フォアボールが多いのは気になりますけどね、今日は強い気持ちでしょ。西さん、下位打線がいやらしい攻撃をしてくるチームというのは非常に嫌だと思うんですが、ピッチャーとしてはどうなんですかね。いや、 やはりね、あの気が抜けないというのはね、あのピッチャーにとっても疲労感が増しますからね、後々効いてくると思いますよ。そうです。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。2回表に入ります。ジャイアンツの攻撃、バッターは注目のルーキー岡本。昨日のゲームは5安打の大活躍でした。さて、よく追いついた。一塁送球アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。見事な大打席には5番バッター岡本。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ゲッツ打ちました。センターに抜けました。なんか長打が打てねえ。長打なんでや。ツーアウト二塁一塁。今も最初に出ない。宮山さん、この回はゼロに抑えて打線の援護を待ちたいところですよね。まあ、そうですよね。あのとにかくしっかりとしたピッチングをしないといけないと思います。打った大きな打球になった。これはどうか。アクソフェンスか。このままフェンスに直撃。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。なんかあと続かんのかい。ここはずっと打たんだけどね。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には4番の岡本が入っています。バッターの岡本、今シーズンの得点圏打率はいい当たり。シャー抜けた。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。ジャイアンツ1点追加します。6対1になりました。ベイスターズもうこれ以上点を得もうこれまた満塁か。グランドさん打ちたいな。岡本、まあ、ベイスターズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。これは際どいか、ボールになります。ロンバードストレート。空を切ります。さあ、ツーストライク追い込みました。見送ってボール。満塁でフルカウントとなりました。押し出しで追加点。バッター今一塁に進んでいきます。西さん、いかがですか。このフォアボールはちょっと余計でしたね。ジャイアン。20点取ったじゃん。すげえな、20点も取ったから。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。勝ったジャイアンツ、大量点を取って敗勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。
今日の解説は3本もホームラン打ったんだ。西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで横浜スタジアムから失礼いたします。